こんにちは。罠の戦争は、草薙剛さん主演の復讐劇で、政治家たちの不正に立ち向かうストーリーが展開されるシリーズの第3弾です。以下は、ドラマの概要や見どころについての情報です。主演、草薙剛さん、鷲津亨役。共演、井川遥さん、鷲津香奈子役。杉野陽介さん、海老沢正人役。小野香林さん、蛍原理恵役。他多数。あらすじドラマは、政治家に裏切られた議員秘書、鷲津亨、草薙剛さん。 が、息子の事件をきっかけに復讐に乗り出す様子を書いています。雪は、知略と情報を武器に、不正を重ねる政治家たちに壮絶なリベンジを仕掛けます。しかし、その復讐の先にはさらなる陰謀が待ち受けていたのです。主なキャラクターと俳優、草薙剛さん、鷲津徹。冷静で感情を表に出さないが、家族のためなら手段を選ばない議員秘書。復讐のために知略を駆使し、敵に立ち向かいます。 井川遥さん、鷲津かな子。雪の妻で彼の復讐に協力する。強さと優しさを合わせ持つキャラクターを演じています。杉野陽介さん、海老沢正人。雪の秘書見習いで大学院生出身。雪の計画に協力する中で自身の秘密も抱えています。小野香林さん、蛍原理恵。雪の施設秘書で彼の復讐計画に協力。職場でのパワハラに悩みつつも明るさと勇気を持ち合わせています。 見どころ、緻密な復讐計画トールが政治の裏側で繰り広げる復讐は、相手の弱点をつく地略戦。視聴者はその緻密な計画に引き込まれることでしょう。登場人物たちの成長トールに協力する仲間たちが、雪の復讐劇を通じて成長し絆を深める姿が感動的です。巨大な陰謀の解明トールの復讐の裏に隠された大きな陰謀が次第に明らかになります。 物語が進むにつれて、視聴者は雪が立ち向かう巨大な敵に迫っていく様子に注目することでしょう。まとめ罠の戦争は、復讐と陰謀が入り混じる緊迫したストーリーが展開されるドラマです。草薙剛さんの熱演をぜひご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。